私やってみたくて、あのね、こう新聞紙を持ってね、こうバナナバナナってやってみたかったんですけど、ソロであんなね歌うっていうのがめっちゃ緊張しました。やっぱり隣バナタレナタタン、隣のバナレナタン可愛かった、ありがとうございます。でもあのね、リハとかで結構まだまだお子ちゃんまだまだとかゆいなちゃんにやったり、ちょっとね逆バージョンとかもやって楽しんでました。あっちもやってみたいです。でも私よりお子ちゃまの人がそんなにいないのでちょっとまだまだお子ちゃまだわっていう人があんまりいないんですけど、そう、そっちもやってみたいなって思いました、見てると。そうで、あの喋りもめっちゃ緊張して、隣のバナナはあの感想のところとか最後とかで結構喋ることが多いんですけど、結構喋って、はい、緊張しました。本当にあったね、実話を話しましたそう、あの洋服をあの、ね、遊びに買いに行って、その時にあの店員さんに、そう、なんかあのどっちがお姉ちゃん、お姉さんみたいな、こっちかなみたいな言われてそうで、一人成人で一人未成年なんですって言ってて、あ、こっちが成人の方みたいな、お店の方言われて、そしたらシンシンとカレンタも行った時に言われた言ってたからびっくりしました。同じ店員さんかな、もしかして同じお店の人かなしっかり声出てた、よかった。もう今日朝からね、蜂蜜舐めて頑張りました、喉を。そう、お水とか最後に蜂蜜を入れてね、しました。ジオンかみさきちゃんしかおらん、確かにジオンちゃんとみさきちゃんならね、そう、まだまだお子ちゃまできるそんなお子ちゃま言うような年の差かってなりそうやけど、そう、できましたね、やってみたい。その後マックでゆうな寝てたらしい。そうなんですよ、あの服探してね、こうやっぱちょっといっぱい見たので疲れて、ゆうなちゃんが寝てしまったんですよそうで、1時間ぐらい寝てて、ゆうなちゃんがで、それを待ってたって言ったらなんか結構びっくりされて、でもなんか、あ、疲れてるんだなと思って、そう、ちょうどねこのトップスと出会ったんです、ゆうなちゃんが1時間寝てくれたおかげで。でもそう、その間にこういろんな自由したり、こうトップス、スカートとあのアクセは決まってたんですけど、トップスは決まってなくて、なかなかなんか合いそうなのがなくて、そのだからその間に探してて、で、あ、これいいやんと思って、で、この子を見つけました、その間にラーメン食べたかららしい。あ、まあね、あったかいもの食べたらね眠くなっちゃうよね、確かに確かに眠くなりますね、美味しいご飯食べると。言ってたな、ラーメン食べてきたって。そう、らしくないな、センターも可愛すぎて最高でした。まあ、ありがとうございます。初めてセンターをね、らしくないセンターをして、もうすごい可愛くて好きだった曲で、生誕でもお洋服着たりとか、そういう好きな曲なんですけど、できて嬉しかったです、はい、生誕ってアレンジもすごい、そう、結構みんなアレンジねしてる感じで、しかも全員担当カラーに分かれてて、だからあのチェックスカートのやつ、なんていうの、パンパンから着てた服もあのみんなのカラー、担当カラーになって、すごい今回は担当カラーになってるものが多くて可愛かったですね。そうで、アンコールの時につけてた髪飾りとかもみんなでね探しに行って、あ、これ良くないってつけたら、なんか全員あれプリキュアみたいになってるってなって、そう、なんかプリキュアみたいで担当カラーでねなっていて、でも可愛いのゲットできて嬉しかったです。次のロッキーカム行こうや、いつの、ね、またしたいと思いました。このセドリも好きやし、またしたいね、いろんなのロッキーでして思い出作っていけたらいいなと思います。お、こんばんは、こんばんは、こんばんは。パン、なんだろ、パン、でもパン食べたい、今パンが食べたいですねパンとあとアイスも食べたい、はるちゃんあると言っていたの、パンじゃなくてアイス食べたい、パン、あ、パンパンパパパンのパンかでもね、そう、パンパンパパパンめっちゃ好きで、そう、楽しいし、あと
あの M さんの時にやってたんですけど、すごいね楽しいし可愛いし、ライブでもしてて、この前のミルさんの時ので、またできて嬉しかったです。レナタは三角座りが可愛かった。あ、ビデオの、あ、そうね、してましたね、私三角座り。そう、どんな感じに撮るかってなって、ちょっと子供っぽい感じかなって。で、うち向こうからね、そう、隣の近いんですよ。そう、あのね、あ、言っていいかな、はるちゃんが言うかな。あ、はるちゃん、レナタお疲れ、頑張ってくる。めっちゃ、あ、お小遣い、あ、ありがとう、ありがとう、お小遣いじゃなかった。お小遣いもらいました。いいな、ありがとうね、ほんまにいっぱい、バイバイ、いっぱいありがとう。お疲れ。めっちゃはるちゃんのせとり楽しかった。えー、嬉しい。レナさんのらしくない、うん、どうでした、みんな最高じゃなかった？もうはるかは最高やと思いながら後ろで踊ってました。やったー、最高。もうはるかはれなたんのラスサビ前の、うん、せーのが好きで。そう言ってくれて、そう、そう、リハから最高やなこれって、うん、あ、最高って書いてくれてる。やったー。いや、もうれなたんはすぐらしくないって思った、うん、あ、そうなの、うん、らしくないのセンターれなたんやなと思って、うん、嬉しい。めっちゃ似合ってた。なんかめっちゃメンバーを考えたセトリで、うん、すごかった。いや、楽しかったです。でも、うん、楽しかった。ありがとう、ありがとう。お邪魔しました。あ、嬉しい、いっぱい最高言ってくれて。プロデューサーです。え、本当に本当に楽しかったです。セトリの内容も楽しかったし、あのユニットもなんか個人個人のメンバーらしさ出たり、なんかメイク落ちたな。一生懸命ね、ちょっと今回冠だったので、踊って歌ったら汗がすごくてちょっと崩れましたね。アダルトな化粧するシーンなので、ちょっと今日は許してください。そう、隣のバナナでね、アダルトな化粧ってどんな化粧って思って聞いたら、大人な化粧って言ってたので、ちょっとリップはね、いつもよりあの色がついてるやつを塗ってもらいました。コト様のナレーションも最高でした。え、そうなんですよ、本当にもう最高で、もう落ち着きながらもう聞きました。うーん、隣バナナ可愛かったよな、ありがとうございます、嬉しい、そう言ってもらいたい。そう、ゆいなちゃんとできたのも嬉しかったですね。なんかウィンクで今まで以上に喋れるようになって、で、なんかまた毛玉ができて嬉しかったです。そう、はるちゃん、そう、はるちゃんはあの今回立ち位置表とかも全部書いてくれて、しかもあの立ち位置表ってこういっぱいあるじゃないですか、結構なんかメンバーが、あ、これ自分だったっけみたいな、たまになる時あるんです、名前書き忘れてて。だからあのメンバーからあれなんやったら紫なんですけど、紫であのラブトリップとかサステナブルとか全部書いてくれてて、もうそしたらもう、あ、自分のだってわかるじゃないですか。あ、もうすごいと思って。そうなんですよ、もうびっくりしました。もうなんてわかりやすい立ち位置表なんだと。そう、私なんてもうね、番号にどこに誰を置くってどこのタイミングでこうずらすとか、そんな思いつかないので、本当にすごいなと思いました。そう、すごってね、本当にすごいんです、はるちゃん。そう、うん、6期6人でちょっと寂しくなったっけ、絆深まったね。そうなんですよ、やっぱね、こうあのなんていうんですか、さっきあのメンバーがお披露目の時の全員で撮ってる写真があって、そう、それ見たらやっぱちょっと寂しいなと思うけど、やっぱまたね、こうして絆ができて、そう、嬉しかった。マリーパンマンタイプでサタナちゃんですかってカメラ巻き、あ、そう、え、して、なんでして言ったんかな。そう、マリンちゃんと俺が早めにね、ついてたんですよ。で、その一個前ぐらいにあのカレンちゃんがいたんですけど、その集合場所にカレンちゃんがいなくて、あ、でもまだ朝から来るんかなと思って、で、レナとマリンちゃんで待ってて、で、そしたらハルちゃんがやってきて、で、ちょっと隠れようやって言って隠れて、で、ハルちゃん
がいるところに二人バーって言って、あの佐田野さんですか、あの握手いいですかみたいなファンの方にしてっていうのを全員 にしてました。その次シンシンとか来た、ゆいなちゃんが来たのかな、でパーって言って、で何何みたいな言って、そう全部隠れ帽子そう全員隠れてきて、でもうカレンタンが一番最初に着いたはずなのに一番最後に来て、そうなんですよ。と、なんかあのいろんなところをね見て回ってたらしくて、そうそれで、ね、カレンタンが来て、でもカレンタンもうすぐ分かりました。もうね身長が高くて、そうあカレンタンやってまた隠れてでっていうのをしてましたね。全員、そう全員にしましたそう、うん、なんかねカレンタンは調べてくれてたみたいです。結構いろんな、なんか似合いそうなアクセとかも、そうそれで見てくれてたらしい。最初いたずらくそうでも楽しかった、みんな脅かして、うん、いつの間にかピロピロちゃんの次に身長高くなってて、びっくり。あ、確かにそうですよね。確かにいつの間にか大きくなりましたうーん、裏話面白い。え、本当？やった。なんかあるかな。私はすごい、あの昨日あの武田バーベキューさんのねお家で QBB さんとのコラボだったんですけど、そうでもニンニクを一かけぐらい入れたんですね。でそうだから、ゆいなちゃんとれなが LINE でも先にみんなにあのバナナコンビ、あの私たちあのニンニク食べたんで明日臭いと思います、すいませんごめんなさいみたいな送ってて、でごめんねって送ってで、わらわらって来てて、で2人でこうやって見つめ合うとこがあるんです、隣のバナナで。でもそのこと思い出しちゃって、あどうしようって、そうあでも全然ゆいなちゃん臭くないよってそう真剣やったから匂いなんてあの全然わかんなくて、あれ臭くないってことはまあレナも大丈夫かって思いながら歌ってたんですけど、大丈夫やったかな。ちょっとブレスケアは飲んだんですよ、そういうのは。きっと大丈夫やったと信じてますそうほんまにニンニク大丈夫やったかな。隣のニンニク、え本当に隣のニンニクです今回はそう面白い。隣のニンニク、隣のニンニクむき肉いうん、意味がわからん。とアイドル、そうなんですよ、ちょっと恥ずかしかったですね穴があったら入りたい、本当に入って隠れたいですねニンニクの顔すればよかった。確かにちょっと思いつかなかったんですよね、その時にはちょっと MC では難しい。ニンニク、ニンニク剥きにくい、確かに曲いけるっちゃいけるかもしれないね。ニンニクもねこう皮が守ってるわけだしうーん、全員食べたらわかんない。確かにみんなにもニンニク差し入れすればよかったんかうーん、ちょっとね、そうでもニンニクって美味しいですよね。そう匂いは気になるけど美味しいですよねうーん、欲望者は鉄砲隊と違うポジションだったね。そうなんですよ、鉄砲隊ではあのカレンタンとレナがいつも小さなポジでしてるんですけど、ちょっと同じポジションだったのでちょっと変更して、そう何この振りみたいなありました。したことないところが結構多くて、しかもあの歌割りが一応最後のところだったので、いつもと違うとこが歌割りだったので、もう声が高くてもう出るかと不安になりましたね。そうでも楽しかった。ガーリックトーストとか、あ美味しい、めっちゃ好き。こうなんかフランスパンみたいにさあるのとか美味しいですよね。好きや、わかるわ。映画館、なんか映画やるな。映画といえばなんか昨日鬼滅やってたんですよね。私料理してたからそう見れてなかったんですけどそう鬼滅と同じタイミングで、鬼滅の刃と同じタイミングで、でもこっち見てるよみたいな書いてる人がいましたよみたいなスタッフさんが言ってたから嬉しかったです。鬼滅もだけど私のことを見てくれて嬉しかったです。あの料理作ってとこ見てもらえて
ね、めっちゃ気になってるんですよ。でお母さんにどんな話なみたいな言われて、でもよく分からんけど多分煉獄さんみたいななる感じじゃないかなって言ったら、煉獄さんってどなたって言われて、あ、ダメだって、映画をママに急に見しても分からんと、ちゃんとあのアニメから見せなくてかとなりましたね。レナタ好きやって今日もなった、ありがとう、嬉しい、花ほくんまた見たいねえ、ちょっと楽しかったです、遊びました。うん、隣のマダナって言えば、あの MC で言ってたね、マリンちゃんが代わりに出てくれたっていうのを初耳で、もうめっちゃ見たいんですよね。そう、アダルトバナナで言ってて、そう、ちょっと大丈夫かなと思ってるんですけど、何をしたんですかね。そう、ちょっと18禁やからみたいな言っててめっちゃ禁なのにと思って、何をしたんやマリンちゃんは一体と気になっておりますね。そう、気になる、気になりますね。NG らしいね、 NG って、まあ、気になるね、何やろうね、気になるわ。マリン版隣のバナナね、見てみたい、何したろうね。隣のバナナ新聞みたい、びっくりしました、あんなめっちゃおしゃれで、新聞でも全然わかんなかったです、え、何書いてんねやろう、あ、始まる、やばいっていう感じでした。リハ、初めてやる曲やった、あった、あ、ラブトリップ、1曲目のラブトリップとサステナブル初めてで、3曲目やったことある、4曲目ある、5曲、いっぱい、ラブトリップとサステナブルと隣のバナナ、あとあったかな、サステナブル、ラブトリップ、サステナブルらしくない、隣のバナナ、パンパンパパパン、欲望もの、夢色で、アンコール、あ、あー、BOC、 BOC も初めてです、 BOC、 すべて途中結果で、夢は逃げないだったので4曲でしたね。そう、4曲初めてでした、ラブトリップとサステナブルと、あとバナナと、あと BOC、 めっちゃ楽しかったです、 BOC とか、みんなのね、言うのが楽しい、私はみんな一緒にタンタンタンとタンタンコーデを言いました、めっちゃ楽しかった、すごく、結構あったね、確かに4曲ありました。しかもなんかね、多分はるちゃんが後で解説をしてくれると思うんですけど、あの公演の、そう、ラブトリップとサステナブルのつながりとかも、そう、結構好きで、曲のすごい良かったですね、はい、はるちゃんの解説も気になりますね、聞きたい歌詞はみんなで考えたの、歌詞はみんなで考えたの、 BOC は結構ロッキーとかロッキーに変えたりとかしましたね。ロコバタさんの会社が近所なのでチーズ買いました。おー、ね、私まだね、あるのでめっちゃ食べたいんですよ。最近ハマってるのが、あの春巻きの皮に、あのロコバタさんのね、スライスチーズとか大きいのとかちっちゃいのとかいいと思うんですけど、そう、これぐらいのね、私はこれぐらいかな、スライスチーズを挟んで春巻きの皮に、で折りたたんでくるくるってして、韓国風のトッポギみたいになるんですよ、それ、そう、そういう感じにして食べるのがめっちゃ好きで、そう、コチュジャンとかそういうの合いますよ、そう、そういう感じで食べるのがね、めっちゃ好きで、でいっぱいスライスチーズも、大きいチーズももらった時にもう食べて、ちょっと久しぶりにしたいなと思ってます。美味しそうね、美味しそうね、そう、美味しいんです、ぜひやってみてもらいたい、トッポギがお家にな、でもトッポギが食べたい、あ、春巻きの皮とスライスチーズがあったみたいな時はぜひ使ってみてください。ゆえなちゃんとお揃い、あ、そうなんですよ、これ隣のバナナでゆえなちゃんとお揃いでね、買いに行きました。下のね、レナが
紫でゆいなちゃんが水色なんですよ。そうなので今回の衣装は結構紫が多かったですね。私公演よいしょよいしょよいしょはい、ね、一緒に買いに行ったりしました。やっぱこうやってなんか一緒にリハしたりこう買い物行ったりとかこうやっぱこう冠で一緒にね練習して出たりしてもっとロッキーのこと好きになったし絆が深まって絆ができてよかったなって思います。ユナタンカラーはなんかこういっぱい紫をね着れる機会好きな紫を着れる機会もなんか最近増えてきてそう私が紫担当っていうのもなんか紫好きっていうのも広まっててすごく嬉しいですそうレナタンその服着て帰るの、え、私この服着てきたんですよ。そしたらなんかレナタンその服着てきたみたいな感じにちょっとユナちゃんにびっくりされてそれでも結構スカートがギラギラなんですけどもう普通に売ってるってことは普通に着ても可愛いのかなと思って着てきたんですけどなんかちょっと着てきたのみたいな言われてそうでもまあいっかと思ったからこれで買えちょっとさすがにベレー帽はギランギランでちょっと恥ずかしいかもしれないから、まあ、これは取るとして服はまあこれでいっかって思っています。そう思っていましたちょっと悩み中でちょっと目立ったかな。でもねそこまで明るい紫じゃないんですよ蛍光みたいな。そうまあ大丈夫かなという衣装を着てきたのは面白い。確かにちょっとファンの方に会ってないことを願っていますあの本番前にあれこれのとんさっき来て歩いてなかったっけみたいななってなかったらいいな、うん、ベレー帽似合うやったー。そうベレー帽好きなんですよ私なんか嬉しいです、うん、大丈夫だレッスン着で来るより素敵でそう昔はねちょっとねレッスン着でいっかとか思ってそう T シャツにとかでよく着てたのでまあ確かにそれよりはおしゃれですよね。そう今日のレッスン着はあの今年初のタイパンでやってまいりました。そうゆいな引くレナタなんやろ。ゆいなちゃんはめっちゃ元気、レナはめっちゃ元気ではないからレナ引くユイナちゃんしたらちょうど間の普通の人みたいになるんじゃないちょうどいい声量の人になるかも。レナはちょっと声がちっちゃい方、ユイナちゃんは大きい方やからちょうどユイナちゃんからレナを引いたら普通のいい具合の人になるかな難しいな。ユイナちゃん引くレナ何色のタイパン、あなんか紫と混ざってる感じで今日は紫あのいっぱい着てきました。上も紫でそうタイパンも紫合わせしました。そうでもセーターティーとそのレッスン着のタイパンにあの T シャツとこの服しかないんですよ今日着てきたのが。どれで買えるのが目立たないんですかね。どれがいいやろ。でもタイパンも結構目立つと思うんですよ。でもセーターティーもめっちゃ目立つと思うんですよ。ちょっとアレンジしたり後ろの年齢ってギラギラしたりもうレナ・オカモトって書いちゃってる、岡本レナって書いちゃってるのでアレナタンになってバレると思うんですよ。って考えたらこれが一番まだマシかなと思っているんですけど、どれで買えるのがいいと思いますか全部目立つ。そう本当にちょっとね普通の服が持ってきてなくてそういえば大喜利で石油王が採用されて、あっ、そうなんですか。え、何それ全然知らない。え、やったー。え、そうなの、採用されてたの。そう、全然ちょっと公演中で嬉しい。やった、石油王の子来てくれないかな。本当に石油王の娘さん絶対仲良くなってトラをもらうんだから。違うんかな、違う話。そういうことね。あ、前を案してくれたやつを採用されてたことね。あ、そう、皆さんの結構混ぜたんですよ。そう
そう、大喜利のやつなんですけど、皆さんが言ってくれた案をね、虎の話とかヒョウの話とか熊の話とかしてたじゃないですか。そう、それと石油王とかを混ぜて、そう、やっぱ虎ね、飼ってるのは石油王ぐらいじゃないと無理かなと思う、ヒョウを飼っているのは。そうと思って作ったやつですね今着てるやつで、そうですね、もうこれで帰りますうーん、今日何時から始めたんだ私、大丈夫かな、ちょっと9時になったらね急に切るんですけど、今時間感覚がちょっとなくて大丈夫かな、今日何時からやばいやばい、今日5時か、5時からしたからまだ9時にはなってないからさすがに7時10分、あ、まだ8時前、あ、よかったよかった、ちょっと時間感覚がね、公園に出てると分かんなくてバグるんですよ、あれまだこんなしか経ってない脳ではそうなのに、もうそんな時間みたいな、あ、37分、8時前ね、 OK、 ありがとうございます、うん、あ、いっぱいありがとう、まだ1時間あるぞ、お、でもちょっとお家にね帰れなくなったからねうん、ちょっと帽子が浮いてきました、これもね、ちょっとピッピッ、あ、もう撮ってもらったんだ、そう、あの石尾さんがね、これ帽子落ちるから、この中になんかリボンみたいなのをつけてくれて、ピン止めとかもねしてくれて、そういいんですよ、もう反射来てしもたかな、ちょっと分からん、そうで、つけてくれてね、なのでそのおかげでこの帽子も私の頭から落ちることなく無事に終わることができました。そう、セリフで私あのね人気だったのは、あのメンバーに、あ、ゆいなちゃんお紅茶とっていうとこがあるんですけど、そこがメンバーから結構人気でした。そう、立派な大人やもんみたいなゆいなちゃんが言って、あ、ゆいなちゃんお紅茶とって言ってそう、ところがね、そう人気でしたね、めっちゃあんなセリフを言うことが曲中にもうなかったのでびっくりしました。ゆなたん前髪切ったような、まだ長いような、そう切ったのね、すぐ伸びるんですよ私の前髪、成長が早くて髪の毛の、そうなんです、なんか無事ベレー帽も、私しかもスカートも詰めてくれたんです、石尾さんが、ちょっと大きくてこのスカート、あのそれでね、こうやってスカートの後ろもピピって、もうね手さばくすごかった、チュッ詰めてくれて、あ、できたよみたいな感じで、もう石尾さんなしではもうやってられませんって感じですよねそう、成長期やからね、そう、あ、成長期って髪の毛伸びるのかな、なんかあの髪質は変わるって聞いて、なんか結構私くせ毛なんですけど、最近あれマシになったみたいな感じ、メイクさんに言われて、年齢とともに髪質も変わるっていうのを知りましたね。今日のメイクちょっと大人感あるなって今思った、ほんと？でもね結構ね色が落ちてきちゃって、ちょっとパンダみたいになってるんですけどそう、もうちょいね出店してたんですけどね、でもあれなんです、あの成田バナナでアダルトな化粧するしって言ってたから、ちょっと薄めよりは濃い方がいいかなと思ってしてみました。髪の毛も太くなってきた？いや、それはちょっとどうだろう髪の毛は多くなったねと言われたことは今のとこ一度もないかもパンダといえばシャンシャン、ネビといえばシンシンですねマリンパンマン近くにいないか、え、どうだろう、向こうで配信してるっぽいですね、壁の向こうで、ゆぬちゃん化粧残ってる、なんかね化粧が落ちないシュッシュッってするね、水のスプレーがあってそれをしたからかな、それはかもしれない。なんとあの歌が良かった、え、良かった、めっちゃ緊張して、もう声出なかったらどうしようと思ってたから、安心します、ありがとう、
まだまだ、もうこっちはまだ。髪の毛も太くなったらいいのにな。ね、髪質ともに太くなって感じですね。今日はあんま、あ、そう、終わってから写真撮るから、あのね、メイクさんが綺麗に直してくれて、もうメイクさんなしも無理ですよ、本当に。もう私の前髪はすごいんだから。これはね、ちょっとピピッと直してもらいました。うん、髪飾りとかもね、ピンもシュッつけてくれるんです、いつも。 DMM で見てました。ありがとう。レノも帰った。早く見たい、早く見たい、見たい見たい。しおんちゃんの初配信、あ、配信してるの、しおんちゃん、から来て、ありがとう、嬉しい。そうだったんや、しおんちゃん知ってるんだ。気になりますね、どんな配信なんやろ、しおんちゃん。気になる気になる、見たい見たい。でもたん本当に身長伸びたい、嬉しい。でも入った時の身長俺忘れちゃって、どれぐらいだったんやろう、ね、どれぐらい伸びたのか気になりますね。しおん日本語うまいです、びっくりした、初めて聞いた時めっちゃうまくて、そう気になりますね。そう、見たい、しおんちゃん。ちょっとあ終わってからやってたらちょっと気になりますね。さっきか、あ、そうなんや、公園 DM で見た、ありがとう。どう、なんか、あの今までと違うところにカメラがあって、なんか一回お試しでやってみるのみたいなやってた。なんか下からあって弓逃げのなんていうの、みんなの一列の時の角度がいい感じにこうゴーンみたいな感じになってて、すごかったです。でもなんかちょっとだけね、終わってからツイートで写真とか見ました。韓国のファンが多いのかな、やっぱりね。確かにね、韓国がこうの公園でこう日本に来てくれたっていうのだけもすごいので、皆さんね、興味津々になりそうですね。私のことも興味津々でいてくださいね。160円、あと5cm、 え、いける、あとどれぐらい伸びますかね。手伸びても嬉しいけど、これから短パンでランニング、お、頑張ってください、ランニング。私はちょっと今日はいっぱいね走ったので、いつもと違うアングルだった。あ、やっぱりね、思ってました。なんか違うとこになんか一個、なんかちっちゃいカメラあるな、みたいなもんで。まーちゃん、レナさんお締めにしてるんで。嬉しい。レナも最近ちょっとね、リハで忙しかったんですけど、よくね、10時ぐらいにしてる時もあるんですよ。なので、ちょっと一緒に対戦できることを願っています。今日めちゃくちゃ涼しい。あ、確かに、そんな暑くなかったかもしれない。昨日のカルボナーラ美味しそうで、本当に美味しかったです。もうめっちゃ濃厚、濃厚ですごかったね、チーズ。なんかちょっと終わってから写真とか撮って、冷めてもまだ美味しいみたいな、ずっと美味しかったです本当に。あ、しおんちゃんの配信終わってました、終わっちゃった、そうかそうか、じゃあまたの機会ですね。2m まで伸びたらどうする、それはちょっとびっくりしますね、燃費1高くなっちゃう。ちょっともう止まっていいかなって、そろそろ止まれって来てますよね。こんばんは、こんばんは、レナさん会いたいです、ね、会いたいですね、皆さんの、早く会いたいです。オンライン話し会もやけど、直接も会いたいですね、早く。なんかオンライン話し会の日程もね、全然決まってないし、あ、そのお顔見える機会がね、そう、なかなか今なくて寂しいです。なので公園で会えるとすごく嬉しくなります。あってなります。あ、お顔見れたってなります。そう、コメントもねめっちゃ嬉しいけど、やっぱお顔見れると嬉しい気持ちになりますね。ガオうん、新曲なくてもやってほしい。ね、した公演ついてるかな、ね、来てほしいですね。キラ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 
メイクかな、なんだろう、今日はちょっとね、キラキラが多くて体中キラキラつけてるので2メートルになったらリアルな大型新人。本当ですね、確かに本物の大型新人になりますね。確かに確かに、それはやばい。え、全然、あ、ごめんね、みんなの声がしないんだけど、みんな帰っちゃった、もしかして。それは寂しいだろ、それは寂しい、ものすごく。みんな配信してろちょっとそれはすごく寂しいんだが、怖い、怖いですよ、この劇場の広い場所に一人で考えたらすごく怖いから。あ、みんな終わってるの。え、じゃあちょっとそろそろ会社行ってたかな、わからん。じゃあちょっとそろそろ、え、私15分経った？ちょっと今日15分なんちゃらかんちゃらの文字が気づかなかったんですけど、私ちゃんと15分経ってる？すごく進展してるよ、怖いあ、とっくに経ってる。あ、本当？ちょっともうね、時間がね、足りない時狂ってるわ。でちょっとそろそろ終わりたいと思います。ランキングは今日5位変えますね。5位トマタン、ありがとうございます。4位ジュンさん、ありがとうございます。3位 F さん、ありがとうございます。2位ベリマエさん、ありがとうございます。そして今回の1位はタランタンオチさんです。ありがとうございます。プチプチプチ、ありがとう。皆さんもね、ちょっと1枚長めにしたんですけど、見てくれてありがとうございました。公演もぜひね、まだ見てないよっていう方は DMM などでチェックもしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。終わりたいと思います。バイバーイ。3、2、1、またねー。